接生態の三つのです。前回からね、生態セミナーやろうと思ってて、それの募集要項をね、今から話していこうかなと思ってます。脳絶生態のセミナー、基本的にはこれ YouTube で動画で撮って、基本的にそれを見てもらっていてっていう風な形にしていきます。なので今までの押し方の方法であったりとかは、過去のね、モツァツ生態セミナーのね、動画の一覧からね、見ていただいて、それで復習をしていただければなと思います。で、それから新しいその背中の押し方であったりとか、部分部分の押し方を今度からこういうふうな動画を撮影していくことによって皆さんに見ていってもらいます。で、それでね、見てね、できるっていう方はね、そのまま使ってください。ただ見てすぐ分かるんだったら誰でもできるんですけれども、私そうじゃないと思ってます。だからプロゴルファーのすごい技術って見たからって言ってすぐそれができるんだったら、もう誰でもプロ選手になれると思うんですよね。で、その中にこうやった方がいいよとか、ああやった方がいいよとか、やっぱり指導を受けたい人っていうのも一定数いると思います。なのでね、とりあえずね、2名ぐらい、3ヶ月に1回2名ずつぐらいを、募集していこうかなと思います。で、それはね、詳しい文章っていうのはね、またね、ブログの方にちょっと載せていこうかなと思います。また概要欄にもちょっと書きますので、そちらを読んでいただければなと思います。で、一応金額的には15回ぐらい、まあ、2時間を15回ぐらいやって15万円ぐらいを想定しています。私ね、今までこの業界に来て、生きてる限りいろんな人にお世話になってきたんです。なのでお世話になってきたから、その恩返しを、僕ができる限りの恩返しをしようと思って、この脳絶生態のセミナーで、低料金で開始します。で、15万円なんですけども、その15万円だったら、まあ学生さんでも出せると思いますし、お金ないよっていう人だったらそれぐらいだったら出せるんじゃないかなと思います。私もこれ以上以下だったらもうちょっと教えたくないので、これぐらいはもらいます。で、受けに来てもらう時なんですけれども、私が受けながら、受けてしまうとどうしても、教えることがなかなか難しいので、ペアで来ていただけたら助かります。もしくは俺が習いたいっていうのであれば、毎回モデルさんを連れてきてください。私が用意することもね、たまにはできるんですけれども、まあ、マサトが受けてくれるって言ってたらマサト受けてくれてもいいんですけれども、基本的には私は見て、そこはこうだよ、ああだよというね、細かい指導をちょっとずつしていきますから、2名1人で枠で来てください。なので、2名で来てもらって、両方とも脳絶生態を勉強したいんだっていうふうな方がいれば、2名で15万円の料金です。なのでめちゃめちゃ安い。ただこれね、1つだけね、気をつけてほしいことがあるんですけども、私その15万円のコースの時は、練習してる光景とかを全部撮影します。で、撮影したのを、皆さんの YouTube の動画を見てる人たちにもやっぱ見ていただいて、こういう風に指導していくんだなという、これからのね、ログデータとして使っていきますから、それが嫌だっていう方は倍の金額、30万円を払ってください。これだったらお互いに得なんじゃないかなと思います。なのでね、それでね、2時間15回で、大体30時間かな、30時間もあればある程度の技術って身についていきます。で、それで、まあ喋っていきますけども、それはね、自分でも動画を撮りながらどういうふうに違うことをやっていったのかっていうのをね、やっていってもらうようなセミナーを今度から考えてます。で、現地に来てもらってのセミナーになります。 Zoom などではね、やろうと思ったんですけれども、やっぱり細かいニュアンスとかが、技術的なものっていうのはやっぱり伝わらない、体重のかけ方とかが伝わらないと思うので、今度から募集欄を、ページを作っていきます。なのでね、今日この動画をとりあえずアップしましたけれども、ブログの方にね、もう少し詳しいことをね、文章化して書いてありますから、そちらを見ていただいて、やっていきましょう。で、とりあえずね、ベッド2台あるので、2人でもう1人は、最大に2人まで、4人ペアだから4人まで生きる教えることできますから、で、それかな、そういう風にしていこうかなと思ってます。そんなもんかな。で、勉強したいってことは、まずね、私のね、LINE にメッセージください。で、LINE でね、どうこうしていくんだよっていうふうな説明をしていきます。で、基本的に私ね、土日月からしか働きませんから、その日のうちの、まあ、予約で、いつでもね、1時間2時間、脳絶生態のセミナーが取れるよっていうふうな時間を予約するところからってできるようにしますから、それでね、やっていってもらうっていうふうな感じにします。なので、とりあえずね、2名から4名ぐらいまでね、
この3ヶ月間でやっていこうかなと思います。どこまで、ね、あのやりたい人がいるかわからないけれども、とりあえず動画を撮っていきますのでね、カリキュラム的にも大体考えましたから、それでまだ足らないっていうのであれば、まだちょっとね、延長でやっていく分の料金っていうのを、まあ、すごい安くしていきますから、その辺もね、詳しいことは少しまたブログの方に書きますので、よろしくお願いいたします。モンゼス生態ミツノブでした。